何か悪いって思えるポイントが今回なくてこれダメだもん喜ばしいことだと思ったんじゃないのそのヤドランとハッピーブラザーファイナルさんはデリカシーがない方なんじゃないのヤドランとハッピーブラ,ラ,ラザファイナルさんはヤドランとハッピーブラザーファイナルさんは何で言ったのか私に関係ないっていうことは言ってたんですよかに上がってきたのはあったでしょう、ね、何っていや何のためにここに上がってるの証拠はえー証拠私の入宿公開するとちょっと遠いのますちょっと遠いの来ます <laughs> これこれクリニックだ。あ、もしもしー。もしもし。あ、はい。 ああ声は聞こえますはいもうちょっと声を張っていただけたらああ自分脳梗塞で脳梗塞声がちょっと出づらいんですよああそれはすいませんはいわかりましたあででこ今回の話ははい相談したいことが自分が飼ってたハムスターがですね先日亡くなってしまったんですよはいペットが亡くなったそれをいつも見てる配信者さんにはい報告したら、はい、配信者に報告した、はい、ペットが亡くなりましたとそしたらまあその人が僕が ハムスターを飼ってることをもともと知っていて、はい、入院もな,なかなかままならなかったんですけど、はい、これでやっと入院できるじゃんよかったねって言われたんですよ。 はい、でそれで周りのリスナーとかから「あんた人手なし」とか「リスナーの気持ちを考えろ」とか「なんだとか文句言われてたんですけど私はもともとそういう感情が欠落してるから、ええ、後ネタをしてきた「あんたが悪い」っていうふうに開き直られたんですよえっとその配信者は一体誰なんでしょうかえっと「野党ランドハッピーブラザーファイナル」って人です野党ランドハッピーブラザーランド ハッピームラザーファイナル。ヤトランドハッピーブラザーファイナルさん。はい。女性ですね。はいはいに言われたと。はい。えっとすみませんもう一度お願いします。なんで言われたんですか、はい、詳しくは。一番ショックだったのが、えー、その入院がまあ難しい状況だったことをハムスターが なここんんとによよよっっっててれれででで入院できるじゃんよかたたねって言われたんですははははははい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 、はいまあ言い方ですよねう、うんまあ、まあまあ確かに悲しいのにねあのハムスター亡くなってね面倒見ることなくなったから入院これで心気なくできるからよかったねって言われたってことねそうですねまあでもハムスターがいることによって入院できないって言ってたってことですかあの女性にはいやまあ確かにむず難しいとは言ってたんですまあ言い方はクソだけどまあだからある意味ねハムスターのせいで 入院できない生活だったから、まあ、ハムスターはこのタイミングで亡くなって入院できることを喜ばしいことだと思ったんじゃないの,そのヤドランドハッピー村ザファイナルさんはうんでももう言い方を考えてほしかったんですよ、ね、ああまあだからデリカシーがない方なんじゃないのヤドランドハッピー村ファイナルさんは。だから他にも、まあちょっと ヤドランドハッピームラーザーファイナルさんがなんて言ったのハッピラさんって人もペットが亡くなった時に、はい、なんか心ない言葉を言われたらしいんですよあ他の方もヤドランドハッピームラーザーファイナルさんからひどいこと葉言われたんやそれはその人とヤドランドハッピームラーザーファイナルさんの話なんであなたとヤドランドハッピームラーザーファイナルさんの話をしてほしいんですよ、はい、だから僕はそ,のそういう風に入院できることが良かったねって言われたのが一番ショックだってショックやったんですよね、うん、でそれで少しでもなんか こう気を使うセリフじゃないです、うん、私はそういう感情が欠落してるからあの、はい、そういうネタを話してきたあんたが悪いって開き直られたのがはいはいはいまあでもハムスさん亡くなったことをヤドランドハッピー・ムラザ・ファイナルさんに話す必要あったのかまあいつも話してそれなりに仲良くしていた配信者さんだったんで、うん、話しちゃったんですようーんはははいはい、はい ヤドランドハッピー・ムラザー・ファイナルさんのリスナーです。えー、今、凸してる人、ヒロシさんですかだって。この話は名プで起こった話なんで表で話すとあんま良くないってきてますよ。そうですけど、でも正直、人としてありえないじゃないですか。いや人としてありえない、まあ、まあ、言い方がきついってやつですよね。このの流れでその発言をしたからつっ で確実になんか人間としておかしいとはな,な,んかならないというか別にまあ配信見てたらある程度きつい言葉を言う人っていうのは分かるんじゃないですか、まあ、確かに分かることは分かるんですけどそう,だからそういう人とは関わらない方がいいと思いますに,人にそんなふうに言われると思わなかったんでだからそういう人だってねなもう 関わらないっていうヤドランドハッピームラザーファイナルさんにはそうですね。もう今後関わらないことにしようと思ってます、うん。はい。まあなんで被害者もいっぱいいるならね。うん。みんなで関わらないようにするでいいんじゃないですか？それで何を望みなんですかね、うん、これは。まあ正直な話で言っちゃえば、<ー>まあ,あや謝ってほしかったんですけど。ヤドランドハッピームラザーファイナルさんに謝るのはまずないと思ってるんで。いやそれはどうかわからないけど呼びましょうか本人。いや呼んでも無駄だと思いますそういう。 いう人なんで。じゃあ謝罪もいらないんじゃないですか。うん。だから要はここでこの人はそういうことを言う人なんだよっていうのを広めたかったんです。うん、うん。 まあでもそれ、なんかロック側とかないんですか本人、あ人ちょっとですね、いや、でもあなたが言ってること、本当かどうかわからないんで、本人がいるんで、じゃあやっぱグループに入れていいですかね。いいですよ。あすいません、ヤドランドハッピーブラザーファイナルさん。えっ、ー、とですね、今、僕の DM に LINE の QR 送ってもらってもいいですかね。じゃあ、ちょっとあの、はい、グループにするので、あのちゃんとお話お願いしますよ。はい ヤドランドハッピー・ムラ・ザ・ファイナルさん入れてよお久しぶりだなお前たちああはじめましてはじめましてこんばんはお邪魔しますはいすいませんあのこのひろしさんからですね、はい、ペットが亡くなった時にひどい言葉をはかれたからそれについて謝れってきてるんですよはい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 なんか覚えてますかねす発言した内容って覚えてますねなんて発言したんですかねまずちょっと面食の内容になるんで本来であればまあ、ここでお話しすることではないんじゃないんですけど、はい いません、うん、本当に申し訳ない、はいまあ、その日はハムスターがなくなってしまったみたいな話は確かにありましたえー、この方のねはいそうそうそうで、まあ、確かに前からちょっとハムスター体弱いって言ってたよねっていう話からの、はい、まあでもそれより以前にヒロシがその面縮でハムスターが心配で入院できないっていう相談を以前してきたことがあってうん,うんはいはい聞きました聞きましたでそういういこともあったから、まあちょっと 大変だと思うけど、これを機に入院をして全開するといいねっていう話はした、確かに はあ、そういうニュアンスで話したってことですね、うん、間違いないですねあ今の流れからすると別に大した言葉じゃないような気もするけどなんかもともとこの人精神疾患とかがある方らしくはいなんかずっと入院してるとか、まあ、入院したいんだけどとか、まあ、そういったことっていうのは相談を受けていて、うん、まあただ私に関係ないっていうことは言ってたんですよ確かに、うん、なんで民宿でそんなこと言ってくるのっていう話は私からもしていてヒロさん何でしたんですか今ははししててないようにしてるはずですけど してますね。 証拠私の面公開しろってことそういやひろしさんまあ言い方がちょっときつかったぐらいの話でしょでもこれはそうですねあなたのその病気運々は確かに大変なんだと思うけどその免宿っていうみんながお金払ってるところでその暗い話しかしないでしょだからやめてっていうこと前から言ってるじゃない私うん、うん、だから俺はなるべくしないようにしてたじゃんいやして,してるから今回こうやって相談に上がったんでしょ <laughs> ほら人をバカにしような笑い方をするでしょあなたは強くにそういうとこなのよ <laughs> <は>俺でもそう結構面倒くさい突写だな <laughs> 普通にあなたの性格からして <laughs> そういう人間だったらもう分かっただったらさその私の面識に入ってコメント打って相談したりとかやめたらよくないでもたまにちゃんと返してくれてたから今回も返してくれるかなと思ったから相談した じゃあ広瀬さん、ね、これを機に抜けるということですかねうんそうですねじゃあもう大丈夫ですね今後はあ、でヤドランさんすみませんあのなんか広瀬さん的にはきつい言葉を吐かれたん謝ってほしいらしいですすみませんね早くなんか大変だと思うし今そのハムスターなくなって情緒不安定なのもわかるんであらすごい素直な方じゃないですかなんか謝って俺だったら謝んないかなこれいやめんどくさいんで <laughs> これはこういうふうに言うでしょめんどくさいっていう言葉に置き換えるからだから心から謝れてないっていうただめんどくさいから謝ったからいいやっていうのが未明なんですよじゃあ何のためにここに上がってるのであんたが勝手に上がってきちゃうんでしょあんたが勝手になんかグループにしてさこれこれさんの奥に上がってきたのかこれとれレコレさんが話したのに上がってきたのはあんたでしょ 何言ってるのいや,いやだから、<れ>じゃあなんでこんなところに、じゃあヒロシはなんか暴露のつもりなのか分かんないけど、あ,ったのあんたはそういうことを言ったから、いや私はあ話をさ、塗り替えられてるん,んかいや、いるよ、でもこういうリスナー。いるの塗り替えるのはしゃあないけどさ、なんか最初は大変だったねとかってなんとかって言ってたけど、そんな子、人はどこに置いてないからね。 ヒロシ脳梗塞なのにすごい大きな声出るじゃねえかよ。<laughs> 言ってますけどね、っと言も言われてないね、残念ながら。だったら俺、ここまで怒らないもん。私が録画を公開すればいいんですかまあ、して公開するのはあんただけど、勝手にすりゃいいじゃん。まあまあ、ちょっとヒロシさん、でも落ち着いてください。ヤドランさん的には、だから自分が悪いことしてないって思ってるわけですから、ヒロシさんもちょっとね、ここはもう、これで矛を収めていただくことは難しいですかね。いや、全然大丈夫ですよ。そのの分あの、ね、ツイッターとかでで拡散するつもりなんで か拡散する。うん、この人はこういう人です。ってみんな知ってるよ。うん、だから余計今更だけど、さらに拡散する。頑張ってください。はい ね、こういう,ふうにひねくれたいやいやいやで,でもかこういう広ロさんも「拡散する」ってなんか攻撃的なこと言ってるからそれは相手もひねくれた回答になるじゃないですか何か例えば広ロさん側も、まあ、ちゃんと謝罪を求めるんだったらも,もうちょっといい言い方というか伝え方というかいやもともとさっき言った「面倒くさい」とかそういう答え方しかしない人なんでそ、まあ、もそも,も謝るっていうことを僕求めてないんですよえは謝罪求めてるって言ってませんでしたっけ 謝罪なんてやらないじゃないですか。さっきみたいに。はいだ。だから謝罪なんてやらないんですよ。この人からの答えって、こういう形ゃ返ってこないんで。じゃ、これ私なんて言ってほしいの。うん。 いやだから謝んなくていいんじゃないの別に俺謝ったんで一言も言ってないもん、うん、勝手にあんたが上がってきたからどうなってただけであんたが上がってくる必要はね下宿からなかったのどうやって私が勝手に上がるのここにあんたがじゃあ割り込んでちゃうんでしょえじゃあひろしさん何今,今何望んでるんですかひろしさんはこいつが今すぐここから消えることですね<ん>いやあの私謝ってほしいからっていうことでちょっと誤解があるからっていう形で私その勝手に上がってきたわけではないけどね<や>まあそう,そうですねひろしさん僕が入れてるのでうん でもコルコルさんの枠にコメントして上がってきたわけじゃないですか本来僕はコルコルさんと二人で話したかったんですけどまあ確かに僕もグループにして話してもいいですよと言いましたけど、はい、でも謝罪をされても気持ちがちゃんと最初から思った本当に悪いこと言っちゃったなっていう言い方の謝罪ではないのでひろしさんも結構面倒くさいですよでもこれまあ面倒くさいかもしれないですけどね、まあ、なのでやはり似た者同士というかひろし、ねね、さん今回の件で他の女性配信者巻き込んでるでしょ言ってるよあんたは そういう人だっていうのをシェアしとこうと思った。何か問題があった。ツイッターで拡散するのと同じだけど。<laughs> なんか言われてまずいようなことでもあったのさっき自分で私はそういう人間だよって言ってたしツイッターでも何でも拡散しなさいよってさっき言ったじゃん、ね、それで今度実際に言われたら文句っておかしくない、うん、そんだ心してないのよ宿さんどうですかちょっと一回もヒロさんちょっとこういう感じなので、はいまあ、やっぱや謝罪心の動画ではちゃんとした謝罪を求めてたみたいなのでいやーいやもうごめんなさいとはちょっと言わせてもらってるからなその心のってこと <laughs>、まあ、言い方とか じゃないですかねあ単純に配慮ができない言い方して「すいませんでした」とかそういう感じでいいんじゃないですか言うとしたら正直マジで私自分が悪いって思えるポイントが今回なくてダメだもんこれだからこいつの謝罪がうそっていうことだったら「ごめんなさいね」とか言えるけどいやここで謝って終わりでいいじゃんもうめんどくせんだからこんなの了解ですわかりましたじゃあすみません矢澤さんありがとうございました本当にいきなりはいとんでもないです お前の思いをさしてしまったことについては申し訳ないと思うけど、あの命は大事にしてください。あら、ひろしさん、聞きました。今の言葉、うん、聞きましたい。いかがでしょう、今の言葉。ヤドランさんが考えたねえ、自分の意思での言葉ですよ、今のは。<laughs> うん、ちょっと心に聞きました。あ,あ、よかった。そうっすよね。一回のちょっときつい言い方だったと思いますよ。ひろしさんからすると、はい、まあそれ、ちょっと許してやってもらえませんか。一回ぐらい。もう次はないっていうことで、じゃあ。あ 一回は許しましょうよいやもうちょっと関わってほしくないんで、はい、ちょっとお面紙分も抜けてほしいですね <laughs> もちろん喜んで抜けますよ <laughs> はいちょっと申し訳ないんですけどまあ関わるとかはじゃあなしにしてもねひっそりとファンになるぐらいは誰でもね権利としてあるのでいかがでしょうひろしさんちゃんとした謝罪今あったんじゃないですかねうんそうですねまあ今できる限りの謝罪なんじゃないですかねねえはいじゃあもう落ち着いたということでいいですかはいあ、じゃあ宿さんもありがとうございましたは ありがとうございます。失礼します。はい、どうもです。じゃあちょっとひろしさん。はい。広司さん、ちなみに何歳ですか？四十七です。ああ、顔なしとかはしてるんですかね？もう脳梗塞で寝たきりの状態なんで。ビデオ通話とかできませんかね？切るのかなこれ。どこだろうあ、ちょっと一回切りますね。はい。こんなしてくれそうだな。 ああ、ひろしさん。でも、まあ今回、ド、はい、さんの謝罪で一応ね、ね心に響いたということで、よかったですよかったです。ですあのーまあ、あとね、配信者とね深く関わらない方がいいですよ。うん、うん、多分、ひろしさんは傷つきやすい、ね、ハートをお持ちなので。 まさかあんな言われ方するとは思ってなかったんではい、はいまあ、ちょっとびっくりしたんですよ。ええまあでも最後それに対してのね謝罪があったので、はい、まあもうわ忘れてね、うん、切り替えてまあ追加う楽しむな追加う楽しんでくださいよはい、はい、分かりましたはいじゃあこれ完全解決でいいですかねこれはいありがとうございますああいえいえではヒロシさんお大事にはいありがとうございました、はい、失礼します 俺が100解決率のこれこれれククリニックだ絶対解決しないだろうというあの状況からここまで持ってくるっていううん解決すりゃいいんだよこんな消ょのな話は <laughs> ほんまにこのゴミみてえな話 <laughs>